当首が全く責任を取りませんという政党もあります。これは27日の産経新聞ですね。ちょっと読んでみましょう。共産党の C 和夫委員長は27日の記者会見で国政選挙などで党政交代を受けた隕石辞任を否定した。今の党の状況を前向きに打開していく。今の日本は抱えている大軍拡や大増税など様々な問題で共産らしい活動をやりきって と言ったところで責任を果たしていきたいと強調した。執行部というか、指導部というか、私も含めてだが、当然責任はある。痛感をしている。責任はあるけど責任は取らないと。 こういうことですね。他にも共産党らしいという感じがしませんだってもうずーっと C さんがやってるんですよ。何があっても、雨が降ろうが、雪が降ろうが、やりが降ろうがですね、C 和夫委員長でずーっと今後のところ続いてるわけです。だって、党内で党首の公選を求めただけでですね、除名になるんですよ。すいませんと、党費払ってる皆さんでね、党首選をやって、で、それで新しく党首をね、やった方が、こうなんかいろんな意見等も出てきていいんじゃないでしょうか、ということをですね、文春新書で松竹さんという方がですね、主張したわけです。で多分 複数の一般的なね国民の感覚からするとそうだよなとあえっ 共産党ってそういう選挙ってないのと。多分ね、何もことじゃないかと。多分そこで初めて言ったと思います。え、共産党ってっそういう選挙やらずにあれ選ばれてんのとどういうことと。え、自民党だったらそういう再選あるよねと。え、維新も代表選あるよね国民だって立憲だって代表選あるでしょと。なんで C さんだけないのと。え、おかしいと。いうふうにですね。まあ、思う人の方が多いと思うんですけど。だけどそういうものも一切やらないと。それは分派活動を認めることになるから、やらないんだ。というふうにね、言ってますけれども、私はね、このね、感覚ってすごいと思いますよ。だって、なんか今、立憲民主党とかが ですね、うな丼を食べてたた国家公安委員長いましたよね私ねあの発言ってすごく軽率だと思いますよ「うな丼をしっかり食べた!」言う必要ねえだろうというふうに思いますよ「なんでそんなこと言ってんの?」と。 食べようが食べようがどうだっていいよという話ですね。きちんと対応さえしてればいいわけですからね。緊張感を持ってほしいと思いますけど、そんなこと言ってること自体意味がわからないのは、確かにその通り。でもね、うな丼食ったからやめろというのもね、これもまたなんかすごいレベルの低い話ですよね。で、うな丼食ったからやめろと言ってる人たちがですね、例えば、共産党についてはどう思うのここには選挙でボロ負けしてんだよ。立憲民主党も選挙でボロ負けしてんだよ。全部負けてんだよと、立憲民主党のところは。で、全部負けてるのにね、うな丼食べた人はですね、辞任しろって言うけど、うちの代表はいや負けたっていいんだと。 むちゃくちゃでししょううというふうな感じしますけどねやっぱりこの共産党はねやっぱ普通の政党じゃないなっていうことがね改めてここでも分かってくるんじゃないかなというふうに思います。